ギガさん対戦お願いします。昨日ちょっと動画でボコボコにされまくって戦闘力落としちゃったんで、まあ、今日は勝ちまくって戦闘力爆上げしたいと思います。ちょっと最近本格的に戦闘力宇宙最強を目指してて、昨日までね割と県内にいたんだけど、昨日ボコボコにされまくったせいで県内から外れてしまったんだよね。まあ、今日またぶち上げてまた近々配信して、もう今度次の配信で絶対に宇宙最強行くわ。あ、もう残り5000くらいまで上げたのかな。さあそしてバトルの方は 96% 対 80%。 俺スネークね割と得意なんだよ。やばいこれ、はい、ニキータしっかりかわす。 137% またお前ニキータか、やばい。ちゃんとお前イザナミやってくるタイプ。はい、このね王冠を当ててニキータの軌道をずらす。え、やばいやばいやばい。ね、あれさ本当に待って、なあれ正解わかんないんだけど、確かスネークって 170% 以上食らったらさ、あの下投げ植京が確定して死ぬんだけど、それ以外の時な何が最速なのかわかんないんだけど、あれもうかかってんのっていうか、てかやばい、これもうバーストしないとちょっとだるいことになる。なくなってる。あ、もうちょっとやばいやばいやばい。ちょ初戦から本当に今ね戦闘力落としたくないから負けたくないんですよね。やばいぞこれ。 99% は 103%。 ちょっと待って、あのバーストするどころかダメージが与えられない、しかもパーセントも逆転された。ちょっと待って待って、これは危ねえ。はい、これ後ろで行くっしょ。いや109%か。じゃこれはもう一発勝負頼む。来た煉獄、これが煉獄の破壊力ですわ。うわ出た、最近ゴキブリ並みに繁殖してるクラウド。前回のピットの時といい、すぐこいつら影響されて使い始めるんだから。最近まず5回に3回くらいクラウドと当たるんだけど、もう俺が今回で増えた量産型クラウド全員1匹残らず駆逐してやるよ。ボコボコにする、ボコす。しかも俺スマブラの大会とか全く見ないんだけど、普通に VIP マッチやってて明らかにクラウドが多いから、これ絶対前回のピットの時みたいになんか大会でクラウド優勝しただろうって思ってツイッターで調べたら本当にしてたからね、本当にそうだったから。推理的中させちゃったよ俺、探偵なんで。どうせ優勝するんだ、でもガノンとかで優勝してくんねえかな。そしたらだって今度オンラインマッチっていうか VIP マッチにガノンがいっぱい湧くんでしょ。最高やん、俺のパラダイスやん、そのコース一番得意なんだ。やっぱこの量産型クラウドにはね、このそのコース一番得意なんだがめちゃくちゃ刺さるんですよ、なんか知らねえけど。はい、これクエヌから弱3連発で DA も決まって、これワンキルいっちゃっていい普通に。うわ 80% おいしい、リミット溜まった。あ、これね、ここに来るわ、ここに来る確率 100%。 データは嘘をつかない。ガノン来たー、サンドバック来たー。さあ開幕はもちろんちょっとずつ持ち、そして回避の確率 3%。 何それは、うまいナギ、飛びすぎだろあの空下のカウンター。今めちゃくちゃ、あ、やばい、あ、ちょっと危ない。お前上スマから横スマってどんだけ壊しムーブ。あ、これワンキルいっちゃっていいですか。はい、でこれ回避してくるからさようなら。これが俺のサンドバッグ。うわ怖え、メタナイト、しかも小戦場だし、しかもなんかこの色のメタナイトじゃない、メタナイト、なんかみんな強いイメージがあるんだけど、わかる、共感者いる。あ、ちょっとやばいやばい、やめろやめろ。うわこいつ即死バカか。はい、これ前田に回避してくるかか、あ、ちょっと分かった、ちょやめてってそれ。え、あ、これいかない、はあ、もううせんだよその即死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 ってさ、お前それしかやめ、あ、やめろ即死だけは、下つまで壊せ、おいやめろマジでデブ豚バカハゲ陰キャラ。よし、これ生きてる、お前帰ってこれないかい。いや、そして俺も帰ってこれないのかよ、なんだよこれ、もうずっとただ即死コンボやってるだけやん、こんなん、もうまた狙ってるし、即死バカ、なんでこんなんや、こんなんばっかなんだよ本当によ。下妻に当たれ、下妻に当たれ、あ、やばいやばいやばい、よし、ここかるぞ、おら、いや、レバガチャしない、今下妻当たってるでしょう完璧に。あ、やばいやばい、ちょ受け身が取れてませんね、やめてやめて、よし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 、おい逆転するぞこれマジで、こっからうますぎ。ちょっと今のボール君っぽくなかった、台から空下で降りていってそのままメテオして空上で倒すっていう、強者っぽく、強者キンクルっぽかったっしょ今。え、で
てよ、これ勝てるやん。地獄へのエチュー、エチュード、あ、もう最後気持ちよく殴らせろや。カメメってこれあれじゃん、ロックマンめっちゃ強い人じゃん、プロの人でしょ、知ってる。でも空ってことは偽物か。どうでもいい、倒すまでだ。誰が相手で、王子だ俺は。ちょ、何それ、何それ、何それ。これ復帰阻止来るから大外から回って復帰する。さあ、そして 57% 対、31%。 え、ちょ、何これ、何これ、何これ、早くない、この動き。なんかこいつ早くね、そんな早くできんの。見たことない動きしてたぞ今。人間技じゃねえだろ。あ、やばい、これまた始まる。何それ、スマッシュも確定すんの、最強キャラやんそんな。あ、カウンターで差し込めばいいのか、これ OK、 もう攻略した。はい、でこれレバガチャしてないの見えてるから横スマホで、レバガチャしてんのかい。やばい、8。はい、 OK。 さあ、こっから逆転していこうか。そろそろバーストしていきたい。あ、ちょっとまずい、これ危ない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 、マジで危ない、これはちょ、めっちゃ狙ってるやん。もうめっちゃ、あ、やばいやばいやばい。ちょ待って、カウンター出ないんだけど、間に合わないぞこれカウンター。え、死ぬの。ちょ、ま、カウンター間に合わねえじゃねえかよこれ。誰だよカウンター差し込めるっつったやつ、マジでふざけんな。光景が上がってこい。あー、ちゃんと見てくるか。これ一回、ちょっと待って、離れるふりして、これ埋めて上強でバースト。いや、ちょっと今抜けかけてたけどね。どんだけレバガチャ早いんだよ、あのパーセントで上強抜けかけてるって。あ、これずらせんの。あ、もうなんで投げした、やめて。もうこんなんサンドバッグやん、ただの。おし、抜けた。てかこれ本物やろ、プロじゃねえとこんな動きできないやろ。あ、ちょ、やめてやめて、危ない危ない危ない。ちょ、中距離で立ち回ろう。あ、ちょ、やめてください、マジで。よし、うー、なんか来た。何何何何何何、はぁはぁ、何それ、無理やん。ハンチャーさん対戦お願いします。ハンチャーってな、ハンチャーハンってこと。あ、そういえば俺、あの行きつけのね、あの中華屋があるんだけど、家の近くに。そこでね、いつもハンチャーハンとラーメンセットっていうのを頼むんですけど、まあ、それをね、あの友達と一緒に食べに行った時に、友達にそこで俺がハンチャーハン食べてるところを写真撮られて、で意外とその写真漏れてたから、ツイッターにフォローしてくれてる人限定でアップしたらめちゃくちゃバズって。で、あの一番いいね、うますぎ、さ、う、一番いいね、3000リップくらい来てて、リプの内容もね、加工なしでこれはイケメンすぎるとか、チャーハンになって食べられたいとかっていう、なんか好評リプが結構多かったんで、まだ見てない人はぜひ、早すぎ、あの概要欄からツイッター飛べるんでフォローしてぜひ見てリプとかください。はい、ということで、まあ今回はこんなとこですかね。これ割とね、ちょっと戦闘力上げられたんで良かったかなと思います。また近々ちょっと動画かなんかで戦闘力ね見せて、まあ宇宙最強配信目指してやっていきたいと思いますのでね、まだチャンネル登録と高評価してないよって方はチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。あとコメントとね、概要欄からツイッターのフォローも行きますんで、そちらもぜひお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。うんうん、エクスタシー。